いたな、辻堂。ここであったが100年目勝負せいや。今日こそてめえを倒して、この湘南最強は俺たち湘南ベイビーだって証明したら。さあ勝負だ、勝負せいや。声がでけえよ。俺たちがいるのも気づかず軍団から離れるた、迂闊だったな。3対1とか言い訳すんなよ。ベッコベコのボッコボコにしてやるら。だからうるせえ。遊んで欲しけりゃ組を通してからにしな。出たー、愛さん77の殺し技の一つ、鬼メチ。あ、なんだてめえこそこそと。わあ、てめえ昼の何やってんだ、クミ。アイさん、昼のやつですよ。因縁つけに来たみたいです。は？あ、話せ、クミ。私のクラスメイトだ。そうなんすか？すいません。悪かったな、ハセ。うちのはどうも血の気が多くて。あ、3階の準備。そうか。失せろ。
らっしゃい。あら、ひろしちゃんじゃないの。またお使い？偉いわね。はいはい。あとこれ、娘が作ったきんぴら、ひろしちゃんに食べてほしいんですって。入れておくわね。あら、ひろしちゃん、今お帰り？お父さんたちはどうだって？そうかい、そいつはよかった。完璧っす、レンナ様。湘南ベイビーの集会場所調べてきたっすよ。ご苦労様。さーて、いよいよ総裁点落としだ。私ら三大点の時代が来るわよ。のんびりしてんじゃねえぞてめえら。しゃあ、やってやるってな。湘南最強はあたしらだし。できてる？ありがとな。ビールはどこだ。もうダメ、暑い、喉乾いた。ヒーロー、ビールビール。茶じゃねえよ、酒だよ。麦酒よこせ、麦酒。途中までは頑張ったんだけどさ、無理だわ、先に着替えとか。でも世の中には帰ったら着替えもせずに即冷蔵庫に向かう OL とかだっているわけで、比べたら上だけ変えてる分マシじゃない？とにかくビール取って、ビール。アルコールがなきゃ無理。ピコーンピコーン、サエタイマーが点滅しています。アルコールを補充しないと爆発します。ドカーン、爆発した。
さあ冷蔵庫に連れて行け。命の水を奪われた私は儚くも凶暴な美獣と化すのよ。犯罪的だ。うますぎる。ああ、ズボン持ってきてくれた？サンキュー。何ぼーっとしてるの？履かせてよ。充電完了。15時間も離れてると胃の中のビール袋が空になって困るわ。大人になるとね、アルコールなしでやってられない、そんな時もあるの。順風満帆よ。しょうがないじゃん。私の部屋蒸すんだもん。ウェーイ。こっちはのんびりさせてもらいますか。あれ、ヒロ、ドラッグマのクッションどこ？ないよ。そうだっけ。んじゃあ持ってきて。めんどくさい。サンキュー。荷物来なかった？宅配が来るはずなんだけど。じゃあ不在通知とか郵便受けを見た？じゃあお願い。足がむくんでる。ヒロもんで。何急に。何言ってるの。弟は弟。奴隷だなんて思ってません。大体奴隷でも私に使えるなら嬉しいんじゃない？ヒロはお姉ちゃんのことが大好きだもんね。宅配来た。お願いします。